これなに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 猫。And now for something completely different. It's皆様こんにちは、こんばんは、お久しぶりです。本日は竹蔵くんとお届けします。こんにちは、にゃー。ということでね、ちょっと久しぶりの更新になってしまいましたけどもね、ここ1週間2週間めちゃめちゃ忙しかったんですね。まあ忙しい忙しいって毎回同じようなこと言ってるからいい加減聞き飽きたと思うんですけど、本場君こんとこは半端じゃなくて、おそらく開業以来で一番忙しかったんじゃないかなっていうね、それぐらいきつい時期でありました。というのも入院患者さんが非常にここんとこ多くてですね、このなんとか治療して治って退院してよかったねって言っとったらですね、1人退院したら2人新たに入院するペースで、すごい勢いで入院患者さん増えまして、うちの入院室も完全に一時期満室になっちゃって、で、まあ、入院するぐらいですから皆さん状態悪いで危篤な人も結構いてるわけなんですけど、そうするとね、たくさんいると誰か彼かは何か、ね、問題を起こしてて慌てて対処して、いやいやなんとかなったと思ったら、こっちがちょっとなんか懸念してる、うわーっと、まあ、そんな感じでもう毎日毎日もう午前様でね、ここ1週間2週間で、休日もね、休みもやっぱり入院さんがいますとね、僕は一日中ついてなきゃいけないもんだから、ずっと3連休とかあったけども、ずっと病院に張り付きっぱなしでずっと治療してたなというね、大変にこうきつい時期であったんですけどもね、どんなに忙しくてもね、一日に必ずサックスを吹くかプラモを作るかはする時間は必ず取ると決めてやってたんですよ。そうでもしないとこう精神的に参ってきてしまいますのでね、
そうすると日常の仕事のクオリティも下がっていきますから、そういった理由をつけて言い訳をしながらプランも作ったりとか、サックス浮いたりとかしてたんだけども、ちょっとそれもここ1週間ぐらいもう全く手がつかない状態で、大変にもう心が病んできてしまっていたんですけど、そんな自分をね慰めてくれていたのが、それはモダンジャズでもないし、P ファンクオールスターズでもないし、ガンプラでもない、そんな僕を慰めていてくれたのが、この今回演奏した曲ですね、バカ真面目という曲なんですけども、これがもうね本当むちゃくちゃいい曲でね、こう仕事で疲れた心に染み渡るような歌詞のねいい歌だなと思って、でそういうことで今回ねちょっとこの曲を演奏することにいたしました。この曲はですね、去年ぐらいだったかな、オールナイトニッポンの55周年記念の記念公演の舞台があったんですけど、その時の主題歌として作られたものですね。で歌っておりますのがクリーピーナッツ&綾瀬&生田リラというふうにクレジットされてますけど、綾瀬&生田リラって要するに夜遊びですね。まあなんだろうな、こう大人の事情で夜遊びって名前は使えなかったんでしょうね、まあ、ちょっと事情は分かりませんけど、で、まあ、実質的にはねクリーピーナッツと夜遊びがコラボしたという、ね、形の楽曲であります。まあ、この曲が発表されたのはですね、アイドルが発表される前ですね、当然ブリンバンバンボーンも発表される前ですから、今をときめく世界的大スターの2つのグループがコラボしているというね、非常に貴重な曲ではないかなというふうに思います。まあブリンバンバンボーンね、なんだね、ビンバンバンビンバンバンビンバンバンブンブンデニントゥデリマニャーってやつね、みんなやってるやつね、あれ大ヒットしてますね。で、まあ、かくいう僕はもうクリピーナッツと夜遊び大好きでね、過去にも何曲かクリピーナッツも3曲ぐらいやってね、まあ、クリピーナッツの曲でラップが多いからサックスでなかなか吹ける曲ないから3曲ぐらいしかできてませんけど、夜遊びは7、8曲やってきたかな今まで、まあ、ずっと大好きだったんですけど、それが今やもうね世界的大スターとなってしまって、その辺のなんだ普段全然わかんない人たちもこの曲はわかるようなぐらいのポジションになってね、まあね夜遊びは紅白でねもうものすごく目立って活躍してましたけど、多分ね次の紅白クリーピーナッツ出てくると思いますんでね、ぜひ皆さんも見ておいていただきたいかなと思うんですけども、というわけでね今回お届けしました曲はバカ真面目って曲ですね。本当にいい曲ですよ。もう僕もねもう毎日ほんましんどいけども、この曲を聴くたびにまた明日も頑張ろうっていう気になってきちゃいますよね。もうやっとここまで来たんだよね、もうここじゃ終われないんだよ、まあ心に染みてきますよね。っていうかさあ、まあこういう曲聴いて感動して頑張ろうってやるような人たちってのは多分高校の部活動が大変とかね、受験頑張ってる受験生とか、まあよくて社会人1年目ぐらいの人たちが聴いて感動してるのが一番絵になるんだって、50近くのおっさんがこれ聴いて感動して頑張ろうなんて言ってるのはちょっとキモいんだけどね、まあいいです、そういうこともあります。ということで今回お届けしました曲はクリーピーナッツ&綾瀬&生田リラで、バカ真面目という曲でありました。この曲もっと有名になってほしいな、すごくいい曲なのにな、なんて思っております。それでは、次回もまたお楽しみにね、ありますにゃーん、はにゃにょにゃにゃにぶらちゃってとにゃにゅぷねんにゃんにゃー。この動画を気に入っていただけた方は高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。またご意見ご感想などコメント欄にいただけると大変嬉しく思います。ではまた。